杉間まご郎杉間うす郎から1920年5月3日は、日本の武士、長州藩士、明治、大正期の官僚、忌み川十家、地は鹿、通称は徳、徳助、中次郎、昭遊九郎、郷は、松城、長雨、植木五郎右衛門の次男として、須王国吉時期、軍見堀村で生まれる。母は、須府正之助の姉である。 杉公の新森治の養子となり、藩公名林館で学んだほか、吉田松陰にも指示した。藩主の故障を務めた後、1861年、藩命により、江戸幕府の県王施設である、竹内康則、松平康秀らに従って、欧米諸国を視察する。正式の施設団員ではなく、まかない方並小遣い屋と委任の杉徳くとしての、同行だった。帰国後、 下関戦争では、井上薫と共に和議に尽くし、源氏の内乱では、高杉晋作を支持しつつも、保守派との軍事衝突には最後まで反対した。四堺戦争では、長州軍の参謀として活躍した。明治維新後には、山口藩副大三次となる。廃藩置県後の1871年、宮内大進む、秋田県令を歴任後、再度宮内大進むを務める。 1874年に久正優、宮内省友。1877年に、宮内大輔、1878年に侍法、剣務、後に、皇太防具大部に転じる。明治17年から同20年まで皇居、五蔵英事務局長を務める。1887年に死者区に助せられる。1897年に、数密顧問館に転じた。 大正9年まで数密古問館を務め、その間、明治31年から同33年まで、東軍御所御造営局長を務める。書にも優れていた。墓所は、青山霊園立山墓地、杉町羽墓と刻まれており、わかりづらい。日本ホテル協会会長などを務めた、原野隆起は彦。ありがとうございます。